とりあえず、まあ、こうなってますよね。はい。今、これありますよね。はい。で、これがもし売れたとしたら、まあ、売れたっていうか、まあ、コメントでここに入ってきてるはずなんですよ。じゃあ、くださいって。あ、そうなんですね。はい。そう、なってるはずなんで、はい。この時点でね。で、在庫ありますかってやり取りしてるじゃないですか。はい。で、ありますってなって、はい。じゃあ、専用ページ作りますねって、ここで、こう、コメントで送るんですね。なるほど、はい。そう、まあ、在庫確認しなきゃいけないですから、まず。はい。で、ここに書いてあるサイズとか、カラーっていうのが、言ってもらうっていうのが、ここで起こりますよね。このコメントで。で、じゃあ、それでお願いしますってなった時に、はい、じゃあ、わかりましたっていうことで、今、専用ページを用意しますねって言って、で、ここでまた新しく、まあ、例えばこれが、さっきのサンダルだったとしますね。はい。で、これまたサンダルのやつここにこうやって入れて、で、ここで、さっき、買ってくれた人の名前です、ここに。例えば、アキさんだったら、これ、アキ様。ああ、なるほど。専用ページって入れるんですよ。あ、なるほど、はい。で、サイズ、5L とかね。はい。5L とかないか。サイズ 4L。で、ブラックとかね。あ、はい。そう。で、これ、まあ、この辺別に適当でいいんで、どうせ買ってもらうだけですから。で、ここで、まあ、同じ値段をね、まあ、2480円だっけ。で、入れて、出品すると。そうすると、出品した商品に、これ、秋田は専用ページ出ますよね。で、今、出品専用ページ作りましたんで、ここから買ってくださいっていうふうに、こっちのコメントで言うんですよ。なるほど。そうすると、お客さんはこっちで買ってくれるんですよね。何がメリットかっていうと、このページそのまま残るんですよ。あ、そうですね、はい。そうすると、これをどっかで見つけた人が、またこれ買ってくれるかもしれないですよね。あ、そうですね、はい。そう、だから残しておくために新しいページを用意するってことです。あ、なるほど、はい。で、もちろんね、いいねとかね、コメントとかいっぱいついてる方が、やっぱみんな問い合わせしやすいですし、そうですね、はい。なんか売れてんのかなみたいな、はい。なった方がいいので、はい。取っとくっていう感じ。あ、そうなんですね、はい。こんなのとかね、売ってみたりしてたんですけど。はい。あ、で、専用ページじゃなくて、普通の、まあ、元のページで、お金を振り込んでもらったのを確認する。元のページ？はい。その専用ページじゃなくて、そはい。の元のメルカリの出品のページで、まあ、そこにコメントが来て、まあ、専用ページ作りましたのでっていうことで言って、コメントして、で、そこからお金を振り込んでもいただくんでしょうか。それはここ買ってもらったらもう別にそこでできますよ。そうなんですね、はい。これ購入してもらう、要はこれ購入してもらうだけです、あとは。あ、なるほど、はい。はい、そうしたら、売れるので、はい。そしたら初めて、こんな感じになるってことです。こういうふうにあ、なるそういうんことなんですね、はい。こういうふうにはなるい。んで。そうだ。で、ソールドアウトしたら、もうあとは出品、商品を、送るってことなんですね。そうです。はい、あわとはかそりれまだしけった。て感じ。あ、本当だ。はい。大丈夫ですか？大丈夫です。はい。これ買ってもらったらこうなるんで。はい。本当はもう普通に取引するだけです。あ、わかりました。はい。大丈夫ですか？あ、わかりました。大丈夫です。はい。はい、それではありがとうございました。